2024年3月22日朝9時20分です。おはようございます。仮面トラベルです。今自分は宿泊しているホテルの部屋の中にいます。で、今日はカオ州から台北に戻る日です。まずはね、今からチェックアウトしてみたいと思います。はい、こちらがね、2泊3日お世話になった部屋です。とても安くてね、自分にとっては良い部屋でした。はい、今ね、チェックアウトをして荷物を預かってもらいました。でですね、今からもう一つだけ、観光地へ行きたいと思います。で、その観光地はね、視聴者さんから教えてもらった観光地です。とにかくその観光地へ向かいたいと思います。今から行く観光地はカボーシャクというところです。そのね、カボーシャクはね、巨大集合住宅が、集まっている場所らしいんですね。で、インスタ映えするスポットとして有名な場所らしいです。でですね、本日の新幹線の時間は2時です。2時ジャストなんです。もうすでに予約済みで、まあね、今いる場所からね、新幹線の駅でとても近いんで、まあ、そこまで焦らなくても良いと思います。ではこのバス停からバスに乗りたいと思います。はい、乗車するバスはこのね、レッド36で、乗る場所はね、このね、不眠路口っていいのかな、こっからね、ずっと行って、ここカボーシャクですね。ここまで行きます。はい、無事にバスに乗り込みました。時刻は10時3分です。無事にカボーシャクのバス停に到着しました。ではこれからカボーシャクへ行きたいと思います。とにかくね、今日のカオ州の気温21度。現在風が吹いていて涼しいです。ただしおそらく昼頃になると暑くなるかと思われます。で、ここもあれなんじゃないですかね、カボーシャクの一部なんじゃないんですかね。あれがカボーシャクかな。はい、いわゆる変わった形をした団地がたくさん集まっている形ですね。半円型の団地が多いのかな。はい、このね、半円型の建物の周りには飲食店やね、まあ、その他お店がたくさんあります。わ、すごいね、ここ花がね、とても綺麗ね。そしてね、この奥には、おっとおっとおっと、カボーシャクの握手しているオブジェと言えばいいのかな。そのオブジェがね、置かれております。はい、このね、カボーシャクなんですけれども、
合計で13棟の建物があるらしいんですよ。で今ね自分がいるところはここなんです。でインスタ映えで有名な場所っていうのはこのね8棟と9棟、まあ、いわゆる半円の建物がこう向かい合って立っている場所ですね。ここがインスタ映えするところで有名らしいです。では8棟と9棟の間にある公園に行きましょうかね。あ、他のね観光客の方も撮影されてます。ここがインスタ映えする撮影スポット。でですね、向こうの方に見えるのが8棟で、こちら側が9棟になります。はい、ここはね穏やかな空気が流れてますね。で8棟はねこんな感じなんですよ。そして9棟はこのような形です。はい、この場所なんですけれども、実はねカオシュンからライブ配信をやったんですよ。でそのライブ配信をやった時にですね、視聴者さんからコメントでここに行ってみてはどうですかみたいな感じでね情報をいただいたんです。で、まあ、ライブ配信終わってねこの場所について調べると、これはぜひ行ってみたいと思い今日ここに来たわけです。はい、ここね結構気に入りました。まずねデザインがねもう自分的にはとても好きです。あとねまあなんて言えばいいんだろう、懐かしさが感じられてカオシュン市民のねなんか生活を垣間見ることができて、とてもね個人的には大好きな場所となりました。はい、このね8号と9号の周りもね歩いてみますね。じゃあねせっかくだからご飯食べていきましょうか。ここではい、お店の中に入ってきました。はい、とてもね美味しそうなお店です。やばいねこのおかずの量。はい、自分のね好きな食べ物を選んでみました。全部でね240元でした。早速食べてみたいと思います。はい、今ね食べてます。めっちゃくちゃ美味しいです。ハオツーです。ハオツー、このお魚とかすごい美味しいんですよ。これカレーかな、ちょいピリ辛で美味しい。いやね本当に美味しいんですよこれ。最高ですね。はい、完食しましたと言いたいところなんですけれども、残念ながらね自分この鶏肉をね食べている時に床に落としてしまいました。なのでもうこれはね食べれない、自分の店で食べれない。でもねめっちゃくちゃ美味しかったですよ本当に。このお店ねおすすめです。このお店にね来ていた高齢女性のおばあちゃんがいるんですよ。そのおばあちゃんがね自分のことをね日本人と気づいてくれて、このねみかんをもらいました。
みかん食べなよって言ってくれたんですよ。ありがたくいただきました。お店から出てきましたよ。本当に美味しかったです。朝からお腹いっぱいです。でですね、これからホテルの方に戻って荷物をピックアップしに行きます。はい、このバス停から宿の近くの最寄り駅まで戻りたいと思います。宿の近くの最寄りのバス停に到着しました。今からね、すぐに宿に戻って荷物をピックアップしたいと思います。バイバイ。すいません、ありがとうございます。どうも。はい、12時13分、荷物をねピックアップしました。今から新幹線の佐江駅へ向かいたいと思います。はい、あのホテルですね、ノンシャンホテル、まあ自分的にはね良かったですよ。2泊3日で5000円ぐらいで、であとなんだろうね、まあ、部屋もね、まあそこまで綺麗とは言えないけど、まあ広いベッドがあって、大きなベッドがあってね、シャワー室もトイレもついていて、うん、あとコンセントもね、まあ、2カ所ぐらいついてたんで、まあ自分にとっては良いホテルでした。はい、ではこのドーム駅から佐江駅へ向かいたいと思います。はい、12時50分、 MRT 佐江駅に到着しました。これから新幹線の佐江駅へ向かいたいと思います。はい、新幹線の佐江駅に到着しました。今からねチケットを受け取りに行きたいと思います。はい、こちらのチケット売り場でチケットを受け取りたいと思います。はい、無事にチケットを受け取ることができました。佐江駅を14時に出発して、台北駅には15時59分に到着とのことです。はい、新幹線のね発車まで25分あります。今13時25分なんでね、まあとりあえず駅構内を散策しましょうかね。はい、駅のね西側にはね新佐江駅という駅があります。まあ日本でいうと JR の駅みたいな感じですかね。はい、今ね新佐江駅の、まあ、コンコースをね歩いていたんですけど、いやちょっとねこの地図見てくださいよ。新佐江というか鹿児島ね、まだまだね観光できるところがたくさんありますね。新佐江駅のコンコースにもね、まあ、このようにたくさんの飲食店があります。はい、このお店ねお寿司屋さんですね。ほら、今現在13時47分ぐらい、プラットホームに来ます。はい、プラットホームに到着しました。自分がね乗る車両は2号車です。この車両ですね。これに乗って台北へ向かいます。はい、乗り込みます。よいしょ。ここ荷物置きましょう。でですね、自分の席はなんと窓際でした。6位窓際です。ラッキー。はい、14時ジャス
宿の方に向かいます。
はい、新幹線のプラットホームからね出てきました。でですね、今夜からお世話になる宿なんですけど、またシーメンです。シーメンにあるカプセルホテルに泊まります。まあ急いで、向かってチェックインしたいと思います。でですね、そのカプセルホテルなんですけれども、今夜から2泊3日ですね、25日の朝まで泊まる形ですね。で自分はね26日の、6時半の便だったかな、とにかく朝の便で日本に帰ります。じゃあね、25日の朝に出て26日までどう過ごすのっていう考えが出てくると思うんですけれども、まあ空港泊です。空港に泊まります。まあそんな感じですね。はい、16時26分シーメンステーションに到着しました。宿はねこの近くなので急いで向かいたいと思います。いやー、このねシーメンの風景をね見ると台北に戻ってきたなと実感しております。ありがとうね、先生。こちらのねお店で帽子を買いました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。バイバイ。はい、いきなりですがシーメンのこのね帽子店でね390元で帽子を買いました。お姉さんありがとうね、本当に。はい、で先ほど390元で買った帽子なんですけれども、これメイドイン台湾の帽子なんですよ。だから買ったんですね。うん、旅の思い出にもなるし、そんな感じです。はい、なぜね唐突に帽子を買ったかというとですね、今回の旅でねかなりね日焼けしたんですよ。これからねもしかすると台湾、あと香港とか、あとは東南アジア各国旅行をするかもしれないじゃないですか。でもここで帽子買っとこうと、うん、もうそんな感じです。帽子を買ってね日焼け対策しましょうって自分で考えて購入しました。はい、こちらがですね今夜からお世話になるカプセルホテルになります。早速チェックインしてみたいと思います。はい、まずねこちらでチェックインをしました。でですね、カプセルホテルの場所は実はね別の場所にあるんです。今ねちょっとだけ日本語を話せるスタッフの方に説明を受けて、自分でそのカプセルホテルの場所へ向かってます。はい、ここが今夜から2泊3日宿泊するカプセルホテルになります。はい、早速ですが中に入ってみましょう。はい、こちらの扉が入り口になります。早速中に入ります。いや、すごい、めちゃくちゃ綺麗。ちょっと期待できるかもね。自分の部屋に入ってみる。自分は Q3 だと思います。はい、中に入ってきました。中はこのような感じになっております。はい、自分のねカプセルはここですね。はい、カプセルの中はこのような感じになっております。まずこちらに USB と Type-C がありますね。あとヘッドホンを挿すところ、あとこれがテレビか、テレビのオンオフ、あとこれがあれですね、鍵で、あとこれがエアファンですね。空調を操作するパネル。とこちらがライトですね。ライトを調節するパネルですね。でこちらも、こちらもライトを調節するパネルなんだ。
よくわからないけど、ごめんなさい。とにかく、照明を調節するパネルは2つついてるみたいです。で、ここがね、鏡になってますね。はい、ここにはね、ヘッドホンがありました。でですね、ここにテレビがありましたね。あと、これが布団ですね。あと、テレビのリモコンと、ティッシュと、耳栓と、タオルか。タオルついてるんだ。はい、あとね、奥の方にはね、枕があります。枕が。はい、今ね、カプセル内にいます。改めて、カプセル内はこのような感じなんですけど。まあね、なんて言えばいいんだろうね。ちょっとセキュリティ面で、ややこしいカプセルホテルですね。このカプセルがある部屋に入るには、セキュリティキー、数字のね、番号を押して、それで入らなくちゃいけない。で、このカプセルを開けるときには、目の前のね、あのカードを使って開けて、で、まあ電源をね、入れるときには、電源ってこのカプセル内の電源のことなんですけど、またそのカードを使ってこの中入れなくちゃいけない。あと、コンセントについては、だいたい1人40分までしか使えないんですよね。あの、外にあるコンセント。まあ、この中のね、まあ、Type-C とか USB に関しては、別に、まあ、自分の部屋なんでいいんですけれども、まあ、そのような制限がありますね。まあ、仕方ないですね、これはね。まあ、とりあえずね、臨機応変に、やっていきますよ。ね、そうしないとさ、旅なんてやってられないと思います。はい、18時38分、今ねカプセルホテルから出てきました。まあいろいろとね、なんて言うんだろう、充電したりとかちょっと休憩したりとかして、まあゆっくり休んだっていうのが正解ですかね。まあ何言ってるかわからないんですけれども、まあとりあえず夜の台北の街を散策したいと思います。さて、どこに行こうかなって今思ってます。ちょっとね、実はね、本当は行きたいレコーデ屋があるんですけど、8時前なんですよね。ね、こっからね30分ぐらいかかるみたいなんで、どうしよう、気合いで行ってみようかな。食事もしなくちゃいけないですね。どうしようどうしよう、本当。まあ食事はね、新麺でなんとか取ればねいいんで、いろいろね考えちゃうんだよね。じゃあね、20時までの営業なんですけれども、そのねレコード屋に行ってみようかなーって今考えてます。でね、結構良さげなレコード屋みたいで、1枚ね200元ぐらいかレコード売ってるんだって。ねえ、ちょっと仮面トラベル的にはね非常に興味があります。おそらく皆さんあんまり興味ないでしょうけど、まあね、そこはお許しください。行ってきます。まあとにかくね、もう C 面は盛り上がりすぎ、ほんとすごいよね。臭豆腐の匂いが、自分の鼻に突き刺さっておりますが、私人生初の臭豆腐をカオシュンで食べました。ライブ配信でね、その様子をお伝えしたんですけれども、めちゃくちゃ臭豆腐美味しかったです。俺は大好きですね。はい、このね中華六田駅からねバスに乗ります。19時13分、レコード店の最寄りのバス停に到着しました。ではね、早速急ぎ足でレコード店に向かいたいと思います。はい、かなりねドローカルな路地に入ってきました。もうすぐね目的のねレコード屋さんにたどり着くはず。はい、目的のねレコード店に到着しました。よかった、
早速店内に入ってみたいと思います。はい、ここでね、靴脱いで中に入るとですね、じゃあ靴脱ぎましょう。はい、今ね、店内の撮影許可をいただきました。すごいです、ここかなりの数のレコードで、ここにはね、日本のね、演歌歌手の男性版、ニハオ、で、あとここには日本のね、演歌歌手の女性版とかいます。かなりすごいね。なんですね、ジャケット汚れてて、はい、で、中はこうレコード版はもう全然聴けるんでっていう感じですよね。そうですね、そういうことですね、はい、だからそうです、はあ、そういう初めて分かった、うん、あのカビですよね。だからもし髪色の場合は、うん、まあ日本よりそんなに保存しにくいですから、うんうんうん、そういうことね。そうですね、いや、もうなんかね、買っていきますよ。これはダンスですから、うん、音楽をちょっと聴いてみる。そうですね、ちょっと聞いてみたいですね、はい、どっちのどっせのね。かっきすごい、おお、なんか面白いですよ、これ。へえなんかね、台湾のね、音楽って面白いんですよね。なんか、なんて言うんだろうな。そうですね、うん、まあ、いろいろの、例えば台湾人とか、うん、高尾族とか、うん、客人とか、うん、いろいろな、うん、その中国からの、あ、客人ってそうですよね。そうですね、うん、だからあの、うん、言葉も全然違うんですから。あ、音楽は、まあ、うん、まあ、やっぱし違うんですね。やっぱそういう感じなんだね。面白いね、勉強になるよ、本当に。ジャケットいい感じ、なんかいい感じじゃないですか。レコードがあります、面白いね。こういうのって何なんだろう、これ。なんかあれかな、寸劇みたいなレコードなのかな。ねえ、福建の人が、福建省の人は結構多いんですか。多いです。例えば南、例えば高雄とか、うん、台南とか、うん、台中の南部のところはほとんど福建の省の人が多いです。あ、そうなんだ。だからもし南の方へ行ったら、うん、ほとんど福建語は知ってるんです。なるほど、はい、俺もあの、はい、行ったんですよ、今日カオシュン。あ、カオシュン、うん、でも日焼けしちゃったんですけど、はい、そういうことですね。なんか言葉のイントネーションがちょっと違う、ちょっと違う気がするんですよね。ちょっと違うんです、うんうん、両方とも喋れるけど、うん、でも年寄りの人はほとんど福建語しか喋れない、うん、そうなんですよ、はい、ちょっとお年寄りの方と喋る機会があって、はい、なんか、はい、まあ俺も喋れないんですけど、なんかわかるじゃないですか、はい、こう雰囲気で。あ、そうですか。で、はい、あれなんかちょっと違うぞと思って。そうですね、その発音はちょっと違うんです。違うんですよね、はい、なんかね、これがね、電子琴っていうのがエレクトーンのことらしいんですよね。全部中国の名曲。なるほどね、中国の名曲をエレクトーンで演奏してるみたいです。今ね、なんかレコードを洗ってくれて、おすすめのレコードを聴かせてくれるそうです。はい、こちらはね、ジャズのレコードがね、たくさん置かれてます。これ結構すごいですよ、この量。打撃的魔力っていうのはほんとかっこいいですね、これ。日本人からしたらほんと最高の。わー、もう最高っすよ。やばい、これはやばい、これは素晴らしい。こういうのを求めてた。でもね、ここにね、面白いことがあって、はい、
しいとか、もう日本語はね、書かれてますね。あ、そうですね、はい、ね、その意味ですね。めちゃくちゃ面白い、はい、これ買いですよ、うん、これは買いです、はい。とりあえずね、もういろいろ聞かせてくれて楽しいです。はい、マスターさんは、はい、要するに例えば北京語とか、あの北京語と福建語、あ、喋れるんですか。あ、そうです。ほとんど今私の地では北京語と台湾語を喋れる人が多いです、うん、あ、そうなんだ。でも全然違う言葉なんですよね、北京語と台湾語って。全然違うんです。あ、そうか。ニーハオは一緒って感じ。ニーハオは北京語。北京語なんですか。で、台湾語はリーハー、うん、あ、しゃあ、もう一回言ってください。リーハー言えない、リーリーハ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 ー、はい、あー、難しいな。シエシエは北京語でしょ、うん、で、台湾語はドーシャ、うん、ドーシャ、はい、あ、それ言える、ドーシャは言える。休みの日ですか。あ、ですね、はい、自分は、分かるかな、有給休暇って分かります。あ、有給休ですか。あの、有給です、要するにあの、はい、お金は入ってきて、はい、あの日本ってあの、はい、なんていうのかな、うん、特に日本人、うん、日本人、バイバイ、ありがとうございます、バイバイ。なるほどね、台湾の正月とか結婚式とかお盆の時に流れる音楽、正月最高ですね。そうですね、特には正月に、いや、もうかっこいいわ、これかっこいいわ。神様をお祝いをする時、うんうん、いや、いいじゃないですか、これすごい。いや、これいいっすね、これ買いたいっすね。台湾語、台湾語ですね、はい、台湾語です。皆さん、これ買いますよ、これ、はい、最高ですね、これ奇妙旋律系音楽聖歌、まあ日本語ではそう読むんですけど、なんかちょっとね、面白そうなんですよ、このレコード。なんかすごいね。いや、なんかこの怪しい音楽だから怪しいですね。もうこれすごいね、怪しさ満点。いや、これ好きだな、これ買いたいですね、俺はこれ買いたいな。何なんだろうこれ。これはいいわ。これは昔ドラマの演奏曲、うんうん、あ、そうなんですか、はい、なんかドラマ、台湾のドラマのサウンドトラック。そうです、はい、いや、これ買いますよ、ちょっと面白いもん。今、レコードはもうほとんど、うん、北部、台北の方が多いです。あ、なるほどね、はい、南部はあるはあるけど、少ない、うん、あ、そんなに少ない。少ないです。少ないんだ、はい、なるほどね。いや、ほんとね、すごい量ですよ、このレコード、ほんとにね。わかりますよ、ほら、ここはね、あのクラシックみたいですね。ここにもレコードがあって、ここにもね、レコードがあります。そうですね、でも最近は日本人が多いですね、うん、あ、多い。だから多分春休みの関係かもしれないけど、はい、とか、あの、例えば、はい、若い子って来ますね、その20代の子とか。そうですね、20代もあるし、うん、で40代の方もいらっしゃると、はい、出張の人、はあ、まあ、そのパターンか、はい、 そうですね、そのパターンか。5、6、7、8、9ですね、はい、OK です、わかりました、はい、900元ですね。そうですね、すいません、はい、これって何て読めばいいんですか。小宋唱片小吉健。ソンはあの、ソン、マスターの名前、あだ名、はい、なるほど、唱片はレコード。なるほどね、はい、そうです、ありがとうございます、ありがとうございます、ちょっと覗いて帰ります。あ、はい、どうぞ。すいません、ありがとうございます。バス停はバス停向こうですよね。わかりました、はい、ありがとうございます、シェシェ、ありがとうございます、またね、はい、
そんな感じでね、レコード店での楽しいひとときを過ごしたわけですが、本当はね、レコード店の営業時間は8時までだったんですよ。うん。でも、店長さんが気を利かせてくれて、8時以降もね、自分のね、相手をしてくれて、いろいろとお話ししてくれました。もうとてもね、楽しかったです。ありがとうございます。そして、レコード屋を後にして、レコード屋の近くの名前がわからない夜市みたいなところで食事しようと思いましたが、残念ながらご覧のようにどの店も閉店しようとしていたので食事ができませんでした。なので C 面に戻って食事をすることにしました。はい、21時25分 C 面に戻ってきました。では今から食事へ行きたいと思います。はい、じゃあね、夕飯でも、まあ、食べるんですけれども、何食べようねえ。今日昼ご飯食べてないんですよね。ちょっとがっつり行きたい気もするし、うん、どうしようかな。はい、今宵の夕食はね、この前に訪れたことがあるお店で食事します。はい、今食べてます。もうね、安定の味で美味しいですよ、うん、この乾麺ね、この乾麺はね、なんだろうね、ひき肉が乗っていて、あとパクチーが乗っていて、何に近いのかな、台湾版のなんだろう、ミートスパゲティみたいな感じと思えばいいかもしれません。あと牡蠣オムレツはもう、これはもう当たり前に美味しいですよ。はいはい、おごちそうさまでした。美味しかったです。はい、ただいまの時刻22時2分ですね、先ほどお店から出てきました。いや、美味しかったです。うん、でですね、本日の撮影はここまでにさせていただきたいと思います。明日もね、台北での旅は続きます、楽しみにしておいてください。そんな感じでおやすみなさい。